あれ、私が大事に取っておいたケーキがない。おかしいな、スモモ、何か知らない？スモモは知らない。うん、本当に？本気と書いてマジ。ママ、スモモが探してあげる。ありがとう。任せろ。見た目も大人、中身も大人。その名は名探偵スモモ。スモモは名探偵。スモモにかかればすぐに見つかる。今度は名探偵ごっこは？うい。まあいいわ。で、スモモ、どこにあると思う？スモモの推理によると、ケーキはユズが食べた。え？ユズが？うい。そう。でもおかしいわね。ユズは冷蔵庫開けられないんだけど、というかケーキなんか食べられないし、家でケーキを食べれるのは私とスモモだけなんだけどな。あれ、スモモ、その口についてるのは何？え、それは気のせい。あれ、そのクリーム、スモモはモンブランなんか知らない。なんでモンブランだって知ってるのよ。あ、スモモ、宿題やらないと。うわー、忙しい忙しい。小学生は寝る間も惜しんで勉強が大変。いっつも宿題なんて怒らないとやらないくせに。こうなったらピュッ。何それ。効かない。くっ、麻酔銃が効かなかったか。逃げるしかない。こら、待ちなさい。私はひまり、娘のスモモとユズと暮らすシングルマザー。旦那はユズが生まれてすぐに病気で天国に旅立ってしまった。めちゃくちゃ寂しいけど、スモモとユズのおかげで毎日楽しい。娘のスモモは誰に似たのか超不思議ちゃん。まあとっても面白いんだけどね。そんなある日のこと、私たちは高校からの親友のあやねとその娘のりんちゃんと公園に来ていた。ユズちゃん、大きくなったわね。これからの成長が楽しみよね。うん、そうなんだけどさ。けど？スモモが二人になったら大変だな。ああ、うん、それはそうね。きっとそうなりそうだけど。ひまりの子だし。え、何それ、どういうこと？なんでもない。気になるじゃん、教えてよ。うっす、りん。スモモちゃん、ゆずちゃん、うっす。スモモは今名探偵。スモモちゃん、今度は探偵ブームなのね。うん、そうなのよ。すごい、かっこいい。リン、助手にしてやる。いいの？リン、助手さん？うい。リン、何か事件はないか。事件か。あ、ある。言ってみろ。実はパパのお腹がぷにょぷにょになってきたの。リン、かっこいいパパが好きなのに、このままじゃまんまるになっちゃう。それは大事件だ。でしょ、大事件なの。リン、解決しに行くぞ。うん。ええ、レッツゴーゴー。ちょっとどこ行くのよ。待ちなさい、スモモ。リン、待ちなさい。二人が向かった先はあやねの家。お邪魔するぞ。ただいま。待ちなさい。ちょっと何するつもり？事件だ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 。え、リン、スモモちゃん、何事？本当だ、ハルトのお腹がポニョポニョに。誰がこんなことを。スモモちゃん、犯人は冷蔵庫にいるよ。そうか、冷蔵庫に突撃。うぅ、ちょっと二人とも、ストップ。人んちの冷蔵庫を勝手に開けるんじゃない。すばしっこい二人を私もあやねも捕まえられず。ああ、俺の大事に取っておいたケーキが。リン、この犯人うまいな。スモモちゃん最高だね。こんな美味しいのがいけないんだ。事件解決。ケーキはうまい、真実はいつも一つ。スモモ、リン、うん、ピュッ。スモモちゃん、何それ。麻酔銃、鬼になったママを眠らせる。で、
リンもママにやる。ママ骨になっちゃったから。ピュッ。ダメだよスモモちゃん、聞いてないよ。くっ、またしても。スママリン、うわー。その後私とアヤネは二人をめっちゃくちゃ叱った。最近この二人いたずら好きなのよね。困ったもんだよ。まったく誰に似たんだか。スモモちゃんは高校の時のひまりにそっくりよ。だからゆずちゃんもきっとそうなるわね。え？高校時代こんなんだった？私。ええ、授業中にカップラーメン食べてたし。ああ、そうだったかも。思い出したくない。黒歴史を思い出してしまった。もっと言おうか？やめて。とにかく二人ともハルトさんにごめんなさいして。ハルト、ごめん。パパ、ごめんなさい。人のものは勝手に食べちゃダメだぞ。うい。うん。じゃあみんなで買い物に行こっか。ハルトさんのケーキ買いに行くよ。そうね。でもハルト。え、はい。買ってくる間筋トレでもしててね。え？リンの言った通り本当にポニョンポニョンになってる。私もかっこいいハルトでいてほしいからね。わかった、しとくよ。そして私たちは5人でデパートへ。なあママ、何？リンとおもちゃコーナーに行ってもいいか？少しだけね。あんまり遠くに行っちゃダメよ。うい、リン行くぞ。うん。子供たちは本当に元気ね。本当だね。そして私たちは少し離れたところで二人の様子を見ていたんだけど、二人がすごい様相で戻ってきた。うわーえ、もう戻ってきたの？ていうか、どうしたの？スモモは見てしまった。リンも。何を？もしかしてお化け？違う、でもあれは事件。何がよ？ボーボーだった。ボーボーさんだった。だから何が？ボーボボにな、ジロジロ見てんじゃねえって怒られた。そう、ボーボボさんに。何それ？二人とも何のこと言ってるんだろうか。結局いくら聞いても二人はボーボー言ってるだけ。何にもわからなかったよ。本当にお化けでも見たんじゃないかな。じゃあそろそろケーキ買いに行こっか。うい。そして私たちがケーキを買うために並んでいると、うわぁ、スモモちゃん見て、スカットマンのぬいぐるみだ。おぉ。ねえ、そこでスカットマン見てていい？いいわよ。でもそこから離れないでね。うい。結構並んでるね。ここ人気だしね。そうしているとユズが泣き始めてしまった。うわぁ、よしよし。ミルクかな。うん、そうかもしれない。ち、うっせえな。あ、すみません。なんでガキなんか連れてきてんだよ。ちょっとその言い方は。あ、なんか俺に文句あんのか。いや、でもお前意外といい女だな。は？なんでもねえよ。あのご注文はお決まりでしょうか？ミルクレープ4つ、早くしろよ。かしこまりました。店員さんに八つ当たりしてる。なんだか店員さんに申し訳ないな。ごめん、ちょっと授乳室行ってくるね。うん、スモモちゃんたちは見とくね。ありがとう。スモモ、ママのお手伝いする。いつの間に？お手伝いって何するつもりよ。スモモ、ユズに母乳やる。20年。早い。まあいいや、じゃあ一緒に行こうか。うい。そして私たちは授乳室に行き、ユズにミルクをあげていると大柄な女性が入ってきた。ん？赤ちゃんはいないみたいだけど、何しに来たんだろうか。しかもこっちをチラチラ見てる。まあいいや、気にしないでおこう。そう思ったんだけど、あれ？スマホを構えてこっちに向けてる？あ、ボーボボだ。え？ボーボボ？ほら、ママ、足見て、あれがボーボボ。スモモがそう言うので、その女性の足元を見てみると、すね毛が大量に？女性じゃない。女装した男性じゃない。え、うわぁ！ち、バレたか。するとその男性は授乳室から飛び出していった。
盗撮された？スモモ、ボーボーボー。え？スモモ、言っちゃダメ！名探偵スモモに任せろ。スモモは授乳室から飛び出して行ってしまった。私が慌ててスモモを追うと、スモモは男子トイレの前に立っていた。ママ、ボーボボはこの中にいる。え？そうなの？うい。ああ、スモモちゃん！あ、あやね、リンちゃん！遅いから心配してきちゃった。何かあったの？実は。そして、私はあやねに全てを話した。何それひどい！授乳室で盗撮なんてありえないよね。ボーボボさんは、悪者だったんだね。うい、ボボボは犯人、悪いやつ。コナンだったら黒くなってるやつ。ボボボってあの人のことだったのか。うい、女の格好してるのにボボだからびっくりこいた。すごくボボだったでしょ。そりゃびっくりするわよね。で、本当にこのトイレに入ったの？間違いない。名探偵スモモの尾行は完璧。すると何人かトイレから人が出てきた。ひまり、わかりそう？そのボーボボさん。え、全然わかんない。女装してたさ。この中にはいない。うん、いないよ。本当に？うい、スモモックホームズにお任せあれ。その助手のリンにも任せて。うん。本当にわかるんだろうか。しばらく人は出てこない。さっきの人の中に犯人いたんじゃないだろうか。そして数分後、一人の男性が出てきた。ん？この人、さっきケーキ屋さんで私に怒鳴った男性だ。ボーボボ、ボーボボさん。え？この人？本当に？犯人はお前だ。あ、なんだお前ら。ママをスマホで撮っただろ。あなたが私を盗撮した犯人？そんなことしてねえよ。見るからに焦ってる。怪しい。ボボボ、観念しろ。はあ？言いがかりつけるんじゃねえよ。証拠がねえだろ、証拠がよ。てめえら、訴えるぞ。証拠か。確かに、証拠は何もない。スモモとリンちゃんがこの人だと言ってるだけだし。ボボボさんはこの人だもん。てめえ、いい加減にしないとやっちまうぞ。やめてください。証拠ならある。え？スモモ。ああ？何言ってんだ。ボーボボ、お前、授乳室にこれを忘れたぞ。ああ、で、それは？あ、ケーキの箱？いつの間にか、スモモの手にはケーキの箱が。これ、お前のだろ。違う！そういえば、さっきミルクレープ4つ買ってたわよね。そうよ、確かにそうよ。ママ、ケーキ4つ。犯人はやっぱりお前だ。やっぱりあなたが犯人だったのね。スマホを出しなさい。くっ、なんでわかった？完璧だったはずなのに。お前は何者だ？一体何者なんだ？ただの小学生じゃないだろ。スモモはスモモ、探偵さ。スモモちゃん、かっこいい。くそ、逃げるが勝ちだ。あ、待ちなさい。どけ。逃がさないわよ。うっ、あやね、大丈夫？どかねえからそうなるんだよ。てめえ、俺の妻に何してんだ。くっ、てめえが旦那か。お前もやっちまうぞ。うわ、パパ、ママが。ああ、わかってる。うりゃ、どりゃ。え、うわあ。あ、伝説の山嵐。こうしてその男性はハルトさんに投げられ床に伸びた。その後、警察を呼ぶと荷物からは女性ものの服やカツラが出てきた。すごい、スモモ、本当に犯人を突き止めちゃった。この男性、早着替えのマサと言われるほど有名な盗撮魔だったそうだ。ターゲットを見つけると速攻で着替えて授乳室などに入り盗撮を繰り返していたらしい。今までも何度もお縄についてるんだとか。常習生からも今回は長いお勤めになるそう。もう一生出てこないでほしいよね。出てきたらまたハルトさんに投げてもらおうかな。でも話によると、早着替えのマサはハルトさんに投げられたことがトラウマになり、もう二度とやらないと刑務所で震えてるそうだ。あれだけ捕まっても反省しなかったのに、反省するなんて、ハルトさんの一撃はどれほどの威力なんだろうか。それから数日が経った。
今私とスモモ、ユズの3人で彩音の家にお邪魔している。いやでもスモモちゃんの推理すごかったわね。最後のスモモはスモモ、探偵さって言った時なんて鳥肌が立ったわ。お手柄ね、スモモ。よくやったわ。スモモちゃん、かっこよかったよ。うい、スモモ頑張った。リンちゃんもすごかったよ。うん、リンも頑張った。さすがスモモの助手、褒めて使わす。へへへへ。ハルトもありがとうね。あ、でも、そういえば、なんでデパートにいたの？確かに、家で筋トレしてたんじゃなかったの？いや、一人で筋トレしてるの寂しくなっちゃって。それに外も暗くなってきて一人じゃ怖かったし、だからみんなと合流しようとしたんだよ。何その理由。暗くて怖いって子供か。ああそうだ、あのケーキ食べよっと。ケーキ？そんなのあったっけ？うん、この前買ってきてくれたやつだよ。え？まだ食べてなかったの？うん、そうなんだよな。偉いでしょ。少し痩せたら食べようかと思って。2キロ痩せたから食べるんだ。じゃあ、いただきます。え？それ食べて大丈夫？あ、食べちゃダメだ。ちょっと、ハルト！あ、何？なんで一気に食べてるの？いや、最近甘いもの食べてなかったからついがついちゃって。消費期限、見て。あ、やば。普通に考えればわかるでしょ？うっかりして。病院行く？大丈夫、俺こう見えてお腹強いから。数十分後。お腹痛え、助けてくれ。ほら、言わんこっちゃない。ハルトさん、あの時はかっこよかったのにな。スモモ探偵、これは事件だね。うい、これは事件。犯人はきっとケーキ。やっぱりケーキは悪の食べ物だ。そうだね。今度からスモモたちが食べてあげよう。うん、やっぱりそれがいい。苦しい。もうケーキは食べたくない。パパもそう言ってるし、パパ、痛いの痛いの飛んでけ。治った？治らない。もうダメだ。誰か、助けて。あっちゃん。ドクタースモモーになるか。ほら薬。それ残りのケーキじゃないか。毒食らわばさらまで。スモモ、ハルトさんをこれ以上苦しめないで。何やってんだか。ほら病院行くよ。その前にトイレ。いろいろあったけど無事解決できてよかった。これもスモモとリンちゃんのおかげだ。スモモもリンちゃんも将来一体どうなるんだろうか。もちろんユズも。みんなの将来が今から楽しみすぎる。天国の旦那もきっと腹を抱えてるだろうな。スモモの生き様に。きっとスモモもユズももっと笑わせてくれると思うよ。天国で見守っててね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。